Peace。 さてさてさて、これいつもの僕の配合ねのあれです、ポリッシングリキッド、あのお気に入りの配合でいつも使ってるやつ、なんだっけ、ブルームワックスとか入ってます。でちょこっとだけね、あのアニマオイルも入ってます。それと粘りと滑りの配合液です。で見てこれ、何これって形してないですか、これ。こうやってこの鈍い光ね、これあの見て分かる通り綺麗な真っさらです。ね、僕は着色とか何もしないし、いつも一発撮りだし、失敗してもそのまま流す僕なんですけど、ほらこれはチタンビットです。はい、面白い形状でしょ、ね、ちょっと変わった形状で作ってもらいました。これもねラスカスさんですよ。さあどんな感じでしょうね。あのねファーストのやつはあの使ったことがあるんだけど、これはあのセカンドでちょっと形が変わってきました。で回転数は40% ぐらいかな、結構遅めです。うん、早い、やっぱり。ほらこれね、使うコツとしては最初の、これが最初に作ってもらったやつね。で使うコツっていうのは大体掴んでるんですよ。ほんと低い回転数で軽く撫でるようにするだけでさーっと艶が出てくるのがこれの特徴なんだけど、これね以前の最初のファーストロッテでやっぱいいね。で最初のファーストロットのやつはちょっとね、こう何度も擦ってるとこの表面のこの、これわざとザラつきがあるんだけど、このザラつきによってややパサついてしまうことがあったんだけど、今探りながらやってますよ。言うことがあっちゃこっち言うかもしれないけど、言っちゃうかもしれないけど、パサつくことないね。でこれ形状見てわかる通り、これ何って感じでしょ。まあ多分ね、こういうとこにはこれは使う人少ないと思うんだけど、角っちょとかあるじゃん、内R の角っちょで、どうしても角まで行きたいよっていうとこ攻めれるじゃん。同じ1個のビットで、ね、そこも行けて、角っちょも行けて、他のところも行けるっていう、そんな形状のやつ。どれが市販されるか分かんないですけどね。でこれが、あ、これはね、ご待望の 2.35 軸です。だ細軸の方、これがね欲しいっていう人結構 いたと思いますよ。うん、これも後でちょっとやってみますね。こんなの、これもね、こういう傘がついてるのがいいよね。ああ、ちょっと待てよ、ちょっと目の前にあるじゃないよ。これね、ガーンって落としちゃダメよ、これ。やっぱね、こういうところほら、やっぱ細いもんだから、曲がっちゃうとこうブルブルしちゃうでしょ。だから、これ使うときは落とさないようにしてくださいね。こういうの。ヘリ落としもしてないけどね、今。ヘリ落としも。あ、だそうです。やってみましょう。やってみましょう。じゃあ、まずはこれで、こっちのあれね、こういうとこね。ほら、こういうのってほら、このぐらいのあれだったらこれギリギリいけるかな？いけるかもしれないけど、ちょっとちっちゃいところだとね、もうちょっとあれがちっちゃいと、これが多分武器になると思います。そう、今ね、カメラマン実を言うとね、ラスカスさんです。はい、これ俺初めて、こういう直角の角苦手だよね。こういうの直角の角、こうか、こう言っといて
こう言って磨いといて、ここの角ちょっと白いじゃんっていう。この角をちょっとこう、行きたいじゃんって、こういう時に使うやつか。ちょっと待てよ。まあね、これは作る人はとってもこだわっても、ね、それを使ってくれる人はそこまで見てるかというと微妙だったりもするんだけど、おーい、おーいって感じだね。今まで不可能だったところが磨けます。それがこのやつね。で、これこういう、これだったらここの溝かな、薄物でもいけるかな、ちょっと厚いものでもいけるかなっていう3つプラス、このこういうとこ用ね、これがついてるやつ。ここか、はい、あなるほど。ここの傘は、この傘のね、テーパーのところ、ここのこういうところ、こう、ここね、内側、こういうところ、こういうとこね、なるほどね、なるほどね、そうかそうか、こういうとこも行きたかったりするもんね。こういうとこね。これは今までなかったね。なるほど。これ多分、これ多分オールマイティ。オールマイティで、まあ、なんて言うんだろうな、できるけど、できる、多分ここだとダメ、できない、多分ね、一番近いところはここかな、ここだな、ここなんだけど、これステーマは平らな溝用のがあったでしょ。今これ減り落としも何もしてない、結構バサバサなところやってますけど、うん、したんね。うん、溝に合ったじゃねえ、革の厚みに合ったものを使うってやっぱ大事だよね。こうやっていくつあるのこれ、 1,2,3,4,5,6 個もあるもんね。まあこんだけで大概のものには合うんじゃねえのって思います。うん、でこれってさ、今これいくつか使ったからあれなんだけど、革のこの液体のこの粘りと食いつきやすさとかってすごく僕こだわりがあって、ステンのビットがあってこの液体を作ったんだけど、こいつはねちょっとこのザラついてるがゆえに、磨いてるローの成分が絡みついて汚れるんだよ。でこの汚れたやつが、なんていうのかな、汚れたやつがいいのよ汚れたやつがいいのっておかしなこと言ってるようだけど、このローでローを擦る感じになるっていうのかな。だから使い始めの一発目よりはちょっと何回か使ったやつの方が効果が出やすい。だからポリシングリキッドで使うなら、まあ、掃除してもいいんだけど、ある程度汚れが溜まってくるとこうツヤが出しやすい。いやこれいいな本当に。何これ、あ、すごいいいじゃないですかこれ。なるほどね、自分で言ってなるほどねって言ってますけど、そう、これが一発目のなんだけど、でこれが、僕はこれいつも 2.35 軸で使ってます。細いですね。 2.35 のしか持ってないよっていう人はちょっと不安なの、細いからね、曲がっちゃうのが不安だから、本当曲げないようにしてくださいね。最初の状態ではこれか、本当曲がりはブレはないですよね。ほら、あ、振れは
触れはほとんどないと思います。でこれはねフットスイッチが僕のこれにはついてないんで、フットスイッチはついてないのでなんとも回りっぱなしになっちゃってるんだけど、で 2.35 軸のってあれがあるらしいよ。100円均一とかで売ってる300円とか500円とかちょっと値段が高いやつでリューターがあるらしいんですよ。でもそれはスピードの、これ速いな。よいしょ。ちょっと動きがおかしいですよ。もうね、寿命なんです。ちょっとこれは、だから遅めのスピードでね、だからコントローラーとかつければいいのかもしれないけど、スピードのコントローラーができないので、そのスピードに合うかどうか僕は分かんないです。これがね、ポリッシングリキッドって今やってるけどね、いわゆるなんだっけ、普通の何トコノールとか、ああいうのに合うかどうか分かんないですよ。でも、少なくともこのポリッシングリキッドとは、相性がいいね。で、ポリシングリキッドっていうのは、配合によってどんなものにでも多分合わせられると思います。うん。軽くね、軽く。もう触った感じはツルンツルンだし、で、ね、最後にちょっと仕上げでこう拭いてあげるともっといいんじゃないかな。悪くないですよね、チタンビット。この形状がね、まだね、どれが市販バージョンになるか分かってないですけど、いっぱいあったらみんな全部欲しくなるじゃん。それもね、またさ、俺の財布が、小遣いがなくなるっていう悲鳴も聞こえてくるんで、絞りたいなと思っても絞りきんねえなっていう、今、心の中で戦ってます。ということで、はい。ラスカスさんのチタンビット、どの形状になるでしょうか。どれも良さそうだよね。みんな欲しくなるでしょ。俺、個人的にはこれとこれは捨てらんねえかな。これはね、いっぱい持ってるんで、でもこれもいいよな。これも使い勝手を、やっぱちょっと選べねえ。全部欲しくなっちゃうかもです。何が出るかはお楽しみ。じゃあね。